どうぞ。じゃあ行きまーす。お願いしほまい。す。あ、シュドウミュートね。これ結局何なんだっけ？仲間を見つけた。いや、ローさんいつだってローさんだ。会ってないです。演出がかっこよくなってる。会ってないですね。どこっすか？リアクターです。それ殺したんじゃないの？雑パンチ雑だな。来たぞ。来たぞ。はいはいはい。最近ね、そういう暴論言う人いないんですよ。あ、そう。ちょっと時代遅れなんで、ちょっと黙っててください。いや、よくない？初心者に対する圧力ない？コミュニティを広げるとかそういう考え方もっとないの？ないだろ、そこに関して。ホロンさんがないってことだけ。まあ、俺も釈迦さんがないってことだけ。コモンさんはない。あ、で、これリアクターなんですけど、あの、僕エレキから行ってて、はい、行ってます。あの、お母さんとすれ違いました、エレキの前で。で、リアクター方面から走ってきてます。すれ違った。はい。なんで、岡さんが別の人の証言なかったら、岡さんが一番怪しいかなと思ってます。あ、それが僕。カコマンさんとすれ違ってるよ、その後、多分。いや、それ後ですもん。多分、リアクターから、ロア側から岡さん来てますよね。うん、行ってる行ってる。で、リアクター付近で誰か。あ、ロアにいるの。ロアにしたいってこと？いや、リアクターですよ。聞いてなかった。リアクター？リアクター入ってないっす。コロンさん、怪しくないって言った人誰ですか？はい。釈迦さん。怪しくないっていうか、うん、この殺人には関わってないです。うん。エレキの中、和音くんとヤコウとマヨさんだったと思うんですけど、マヨさんはどっち行ったんですか？はい。マヨさんどっち行ったの？俺はウェポンで会ってますね、誰かと。釈迦さんかな？コロンにコロンさんか、コロンさんだ。なんか、新平さんだけ浮いてないんすか？あ、自分、カフェテリアから、あの、タスク終わった後、ウェポンズで FPS やって、ずっと右回りで。ウェポン。あれ一人会いませんでした。スタントローテンはどこ行ったの？ずっと一緒に動いてます。ローテンです。昔ながらの動きをしてますね、ローさんは。あ、もうトラディショナルな感じなんだ、それ。つまりどっち側？カフェの右上を俺がやってたのを下でローさんが見せて、今アドミンっすね、二人で。だいぶオーカーさん怪しいですか？だいぶオーカーさんだと思いますけどね。あれ、これ人狼2だっけ？2ですね、2。はい。ジャッカルは入れてないっす。はい。てか多分、大川さんがやってるか、和音くんのセリフかどっちかと思いますけどね。そうっすね。セリフでしょ。今の話聞いて。セリフでしょ、とか言って。はい。
まあここまで来たら疑われてもしょうがないっすわ。まあダブキルっすよねこれ。なんか開き直ってしょうがないっすわ。あ、アダミン情報を言うと、コム1位の、右側2かな、うん、2か3でカフェに1だけあった。右の2がじゃあ多分俺とローさんそうですかな。エリキはタコマンホロン。どこっすか。でカフェの位置が下いっす。ほうほうほう。カフェ下い。はい。あ、それを通報してるってこと。そうっす。オーカーさんウェポンにいたけど、なんかすってみたらウェポンから消えてたので、うん、通ったよ。うん、カフェの方行ったと思うんですよね。オーカーさん左で見たんすけど、え、ちょっと待って、ウェポンにいたの。俺があったのエレキの前走ってってリアクターまで行ってる最終、うん、だからぐるぐる回ってますよね。動きすぎじゃないですか、お母さん。はい、動くだろ。でも、ウェポンから左に。おめえら動いてねえのかよ。いや、各所で目撃証言が。まあでも、ちょっと怪しい。聞くと、ウェポンあったから、リアクターに死体探しに行ったっていうのはある。あの、停電の後ね。あれ、言い訳っすか。まあまあまあ言い訳だろう、まあ、信じる信じない任せますけど、でもその動きで見てるでしょ。新平さん見てないですか、ね、他そういえば。うーん、見てない。うん、見てないですね。ああ、そしたら米とかいた人いません。見てないな。さっきから米の話が出てないんですよね。米1ついてたんですよね、アドミンで見てた時。じゃあそれも死体かな。ミュ、うん、コミュです。うん、コミュ主体なんじゃないですか。夜行目線迷わ音がないですね。うん、迷わ音がない。ない。タコマンさんだ。ごめん。ん？あ、俺ですか。タコマンさんと迷わさんがないか。岡さん、エレキからウェポンってどっからどう回ったんですか。いえ、エレキからウェポンじゃないよ。ウェポンから、はい。カフェ通って、その直後ぐらいに停電かな。でも全員の言うこと信用したらおかしくね。マヨさんとホロンさんが一緒にいたんだっけ。いや、俺いないっす。いや、タコロンです。タコマンさんとマヨさん入れたいっすけどね。俺はアドミンしかいないっすね。じゃあもう。あれ？あ、俺投票してない。あ、俺もスキップしちゃった。まあでも、投票じゃ初心者かよ。初心者かよ。マジで。でもさっきの証言全部合わせたら、はい、タコマンさんとホロンさんが一緒にいたって言ってて、でヤコウさんが迷わ音がないって言ってて、あ、はい、迷タコマン、タコマンさんっす、ね、ああそういうことか、はい、で俺がローさんあの時なかったっつってて、まあ、そっからまあ2人死んでるからあれなんだけど、そうすると俺とオーカーさんになりますね。でちょっとおかしいっすね、なんか、うーん、あ、まあ、でも半分は合ってますね。うん、まあ、俺別に普通に道歩いてるだけなんで、うん、まあ、でもちょっと発見してるし、僕3回です。まあ俺あとワン君に見られたって言われてもどのタイミングだったそれ。その僕リアクターの前ですね。あ、ちなみにこれどこなんですか。あ、ちょっともっとまずくて、はい、あ、まあ、これはホロンさんの死体でエレキにあったんですけど、はいはいはい、このターン、あの大川さんをローさんがガン追いしてて、はいはいはい、それをついてってたら、あのホロンさんの死体があったっていう感じなんですけど。でどこにあったんですかこれ。これエレキっす。あ、エレキか。え、ちょっともうごめん、もう一回ちゃんと聞きたいんだけど、ヤコウさんがしろって言ったの誰と誰ですか。コマンさんとマヨさんがエレキに行ったから。タコタコあ、オッケーです、オッケーです。ワオンさんじゃないですか。タコマンさんとワオンさんって言ってなかったですか最初。いや、それが間違いで、タコの一族が。あ、タコの一族。うん、あ、じゃあ、そしたら、ワオンさんと、オーカーさん。になるほど。まあまあ。なるほど。あれ、まあ、でも3回陣営で。でも俺、ワオン君に殴られてんだよ。うん、そうなんですよ。確かに。
でも大川さんは合ってるんですよ、絶対。本君は全然わかんないんだけど、正直。なんかでも大川さん結構露呈してたからライン切りの線もなくはなくないし。いやいや勘弁してくれ。え、僕最初から大川さん殴ってますよ。最初からね。はい、最初から。え、リアクターのキルの時もそうでしたよ。え、これあでも今回、まあとりあえず大川さん釣りますけど。大川さんサングレースよこれ。僕もっすけど、僕もサングレース。とりあえず釣りますが。いやいや、それグレーにしてんのお前だけ。今ってさ誰か一緒にいたとかいないんですか。トの字のところぐらいでエレキに向かうタコマンさんは見てる。これ全員入ってるパターンだ。シャカさんもいましたね。俺は逆走してカフェに行ってる。どこにストレージの配線だっけ。シャカさんは俺リアクターっすね。指糸やって終わった頃には停電治ってました。これタスク無理だね。誰に張り付くのがいいんだろうな俺。これ誰かについてった方がいいと思うんだけど、和音さんかな。でもそれで死んだらダメだし。マンさんだったら俺が死んでる気がするんだよな。はいはい。タコマンさんってその1個前って最終どの辺でした。最終なった瞬間の位置だけで大丈夫です。配線タスクとガソリンタスクの間くらいですかね。うん、じゃあやっぱタコマンさんもないか。あで、ワオンさんがウォーカーさん追っかけてたっていうのはどっちからどっちに追っかけてたんですか。コミュで見て、コミュで見えたのが、ウォーカーさんを追っかけるローさんだったんですよ。はいはいはい。でそれで停電中だったんでエレキに走ってたら機体がありました。ホロンさんが、ホロンさんの、ワオさん釣りますか。え、ワオさん釣ります。なんか今の回マヨさんが死ぬほど俺を追いかけてきたんですけど、はい、あれはなんですか。いやでもキルできたと思いますよ。聞いていいですか、マヨさん。マヨさん、はい、さっきの盤面で2キルあった時、さっきそこの1個前で、はいはい、リアクター最後やって、はい、終わったタイミングも停電中になってるリアクターやってたってこと。ナンバーやってその後指糸やってって感じです。で指糸のとこにいて終わったら停電があのなったってこと。あ、停電ではなくてあの緊急のやつがなったってこと。そうですね。え、俺最後リアクター行ったけどいなかったと思うんですけど。最後だと多分ちょっと時系列的に違いますね。だって終わったローワーぐらいにいたんで、停電だと停電治ってからちょっと時間あったんで通報まで。え、言ってることおかしくない？停電治ってないし、さっきリアクターが終わったぐらいになったって言ってなかった？マヤさん、え、確かに停電治ってなかったかもしれない。確かに治ってねえな。やば。え、確かになんでよ、治ってなかった俺。なんで俺なんで俺手で治った手にしてたんだ。確かに。すっかり忘れてたわ。治ってねえって。完全に俺らが2人やってんだから誰も治してねえべ。いやー、最初のキルした時に大川さんが歌われたところで超テンパりましたね。いやマジでマジで運悪い。あれは多分8秒ぐらいで死んだ気がするんだけど、気のせい。そう、8秒ぐらいで死んだ。アッパーで湧いたんだよ。アッパーじゃん。そう、アッパーで湧いてリアクターで殺された。アッパーで湧いてんのにリアクターで殺されたからね。あ、そうで、なぜか大川さん疑われてあれと思って。死ぬほど眠いんで次ラストね。いや俺停電入れてさ、はい、普通に走ってたんよ、はい、エレキまで。はい、うん、でその道すがらに死体あったっていうね。そういうことなんだ。やってないんだ。そうみたいな。ちょ、あ、停電じゃないか。まあ適当に走ってたけど、ちょっとってなっちゃった。ちょ、頭使うこと多いっすね、バニラの方が。いや狭い。インポスターは、インポスター大変そう。大変そう。黒いやつがさ永久に追っかけてきてさ、やっぱ殺そうになっちゃうんだよな。
ローさんが大川さん追いかけてるの見てるから、ずっと言ってエレキ行ったらレポート光ったから、そう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 、もうやってんなと思ってレポートしようと思ったらマヨちゃんに切られたの。ちなみに先やったのはマヨだよ。え、そうなの、あそこ、うん、あそこはそう、あ、マヨやってんなと思って俺が切った、うんうん、なるほどね。あの議論は全部大川さんで使えるかなと思って切りましたね。まあ俺ももうあれ無理だから、とりあえずもう一人やっとこうくらいの感じ。